メーカーはペインとかいいんで結構乗り心地はね結構柔らかめって聞きますよね。すごいもう本当飽き性なんですけど、うん、ホイールをまた変えたいんです。マジですか。普通あの車外にっていうか車外です、ね、また車外に戻したくて、ちょっとこれ以上下げる下げたらやっぱ車外のが似合うかなって感じ。だんだんあの壺にはまってきましたねやっぱ物足んねみたいななっちゃいますね。本当にもうやっぱワーク車っていつもそう思っちゃう、ね、集まり来ちゃうとね、どうしてもあの純正仕様は地味に見えてしまう。乗り心地もいいし、いいんですね、あのねあのこれも暑いしなるべく来たくなかったっていうか、あそういうこと、止まらんなく止まんなくなっちゃうんで。ああ210マジェスタと何を履かせるかっていうのも、そうですね、結構今写真とかで19か20か、そうですね、20がいいかなと思います。ああ親分の中20だもんね。クレンツェですね。クレンツェ、うん、テーパート走もしたいなとか。はいはいはい。じゃあこれはもう 最後の仕様ですかね。最後かもしれない。来年車検があるんですよ、うん、だから車検やまでは我慢してからガッツリいじっちゃおうかなって思ってるんですよね。やることばっかりです。じゃあこのホイールもったいないっていうね。もうそういうのを見て嫌になってきちゃったんですね。もう変えてえなっていうめちゃくちゃ気が変わるのが早いんですよ飽き性なわけです。And don't hit